ダメだ、電車こいじゃねえや、みたいなテコトラ伝説やってきます。なんですけどね、この人強いんだよね。15回ぐらい負けてますわ。もう15回以上負けてるね。何回負けてる。簡単に言うとね、もうこう最なんちゅうのトップスピードがめちゃくちゃ伸びるし、おまけにね、すんごいぶつれくる。めちゃくちゃぶつれくる。なんかさ、もう腹立ちますよね。ということで、なんかいい方法ねえかなと思ったら、そういえば他の路線でもさ、なんか敵いるわけじゃないですか。それと戦えばいいんじゃねっていうことで、くだめ。じゃあもうちょっと戦おう。次さあやってみるか。あの子はちっちゃいですね、結構ね、大きくないね。だからブロックとかもしやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう。うわ、よいしょ。あ、この人は結構その強くないかも。ダメ、普通に勝てない。はい、すいませんでした。私下手だね、やっぱね。どうしよう。いや、冴えなかったね。もう一回行こう。勝った、久しぶりに勝った。2回目です。自信ついたね。まあ、ありがてえ話です。自信つけてくれるっちゅうのは。ということで今日はこのぐらいにします。いやいやいや、難しいね、本当にね。これからも勝てる相手だけ選んできますわ。